レディオスマイル、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 ミヤノマモルのレディオスマイル。皆さんこんばんは、ミヤノマモルです。さあ今週も始まりました、ミヤノマモルのレディオスマイル。さあさあ皆さん、去年11月にスタートしたライブツアージェネレーティングが先週末の日本武道館 2days で無事終了いたしました。日本全国遊びに来てくれた皆さん、本当に本当に本当にありがとうございました。いやー、素晴らしいライブだったと自分でも思っております。自分の初めてがたくさん詰まったライブで、まさにライブタイトルが示しているような、創生、新しいものを生み出すライブができたんじゃないかなと思っております。そんなジェネレーティングへの感想がたくさん、もうやばいぐらい届いて、で本当にね、みんな本当素敵なこと書いてくれてて、読んでてライブを思い出しちゃって、また涙しそうになって、だから今日はね、いろんなものぶち抜きで読めるだけ読んでいけたらなと思っております。よろしくお願いいたします。ではではでは、今日も張り切って参りましょう。では早速読んでいきたいと思います。もうすべてが僕にとってはほっこりです。ラジスマネーム呼び捨て希望みかんからいただきました。ありがとう。マモちゃん、マモ版は、マモ版は、そしてジェネラルライティングお疲れ様でした。ありがとうございます。オープニングは真っ白な空間に白の服を着たマモ、はじめは天使だと思っていたら降臨してきて、おお神よとなり、フロンティアのアカペラで、これが神の歌声神の歌声やばいね。神の歌声と言わんばかりの歌唱力、ありがとう。鳥肌立ちっぱなしで、ゴッドマモに自分が鳥にされたかと錯覚しました。チャップリンを今イメージしたサイレントムービーも、マモの表現力の塊で、無言なのにこんなにも面白いのかと。だってありがとう。そこからのトランスフォームはファンを殺しに来てるとしか思いませんでした。マモ狼はずるい、がっつり心臓刈られました。だってすべてが最前線で、ミヤノを守るチームママの凄さがとても感じられるライブでした。ありがとうみかん、素晴らしい感想。そうなんだ、僕はや神になってしまったんだね。今回もワイヤー声優として釣られました今回は服に当たりが狙いのために、そのハーネスをあばらだけで固定する、ハーネス胸だけで宙に浮いてるっていう状況。また新たなね、チャレンジも実はムービーの方でもさせていただいておりました。ありがとうございます。モモラジンネーム、ウサミミ族のキコさんからいただきました。今回は武道館初のセンターステージ、宮野さんの方を見ながら演奏するバンドメンバーその初めて見るバンドメンバーの後ろ姿に涙が止まりませんでした。確かにバンドメンバーの背中が見れる、いやお尻が見れるのは今回のセンターステージならではだったと思います。ありがとうございます。ダンサーもネイキッドタンゴでの一人一人の振りの違う感情のこもったダンスをされていて、本当に泣くことしかできず。そうなんだよね、あの辺のさ、陽子先生の振り付けって神がかってるよね。物語を紡いでるかのようなさ、本当にダンサー一人一人に感情があるし、動きにね感情があるし、出たり入ったりするフォーメーションの絶妙さ、素晴らしいよね。チームマモみんなでライブを作り上げてる感じがすごく伝わってきたステージでした。ありがとう、本当に大好きです、これからも大好きです。ありがとう。宮野さんに頼って甘えているのは私たちです。私も宮野さんに胸を張れるよう、怖いけど不安だけど一歩踏み出そうと思います。素敵、宮野さんがただそばにいてくれるから。くー私たちに帰る場所をくれるから、私は壁を壊して自分の最前線に向かいたいと思います。それはきっと簡単なことではなく、闇の中からなかなか抜け出せなくなるかもしれないけど、そしたらチームママが待っていてくれる、ここに帰ってきますと。宮野さんがいてくれるから頑張れます。ジェネレーティングの宮野さんはなんだか少し不安そうで、一瞬一瞬自分の最前線に挑戦し続け、進化し続けているんだと思いました。私たちに素の宮野守を見せてくれたこと、不安がある、怖い時があると本音を教えてくれたこと、
私たちのために曲を作ってくれたこと、ファンからすればどれも嬉しいことばかりです。本当の宮野さんのことを知れてこれ以上の喜びはありません。他にもたくさん言いたいことがあるのですが、本当にすごく長くなってしまうので、すでに長いんですけど、だって拙い言葉ですが聞いていただいてありがとうございました。これからも応援しています。大好きです。だってありがとう。そう、今回は最後の曲を歌う前に、普段なかなかこうね、言わないようにしてるようなこともみんなの前だから言えるかなと思って、だってさ、あんなたくさんの人が宮野守を見に来てくれている場所で、なんかね、その時も言ったんだけど、その時は確かに不安がある、緊張するって言ったけど、実は一番はものすごい安心感があるんだよね。やっぱりみんなが待っていてくれるとか求めてくれているっていうあの場で、だからこそ伝えることができた素直な気持ちだったと思うので、それを受け取ってくれて、で自分のあのパワーに変えてくれて、みんながね、で自分の壁をぶち壊しに、ブレーキッとしに向かって行ってくれるっていうのはすごく嬉しいことだなと思っております。ありがとうございます。ラジスマネームカッツーさんからいただきました。ジェネレーティング、お疲れ様でした。ありがとうございます。私はママライ初参加で、実はこうしてライブへ行くことになったきっかけがフロンティアという曲でした。偶然目に留まった PV を見てから私はマモちゃんの曲をたくさん知り、大好きな曲がたくさんできました。待ちに待ったライブ当日、オープニング映像から釘付けにされ、突然ステージが暗くなったと思ったらマモちゃん登場、そして歌い出しはきっかけとなった曲フロンティアのアカペラでした。堂々と歌い上げる姿、力強い歌声に涙が溢れてきました。なんか嬉しいな、こっちもなんか泣けてくるね。どちらの声も3時間ほどあったと思うのですが、瞬きするのがもったいないなと感じるほど充実した笑顔に溢れた時間でした。だってありがとう。どんなきっかけで僕を知ってくれるかわからないし、でもそのきっかけを大事にしてくれて、こうやってライブまで足を運んでくれて、また素敵な時間を一緒に過ごしてくれる、そして思いをね、自分の中でもたぎらせてもらって、芽生えてくれて持って帰ってくれるっていうのはね、すごい嬉しいことだなって思います。ありがとうございます。嬉しい。ほんとね、今回はこだわりの演出もたくさんあって、今言ってる中にもたくさんもう出てきたんだけどもね、こんなメールもいただいてますよ。呼び捨て希望のここからいただきました。ママちゃんの最前線は本当に素晴らしくて、感想を述べると原稿用紙何枚になるかわかりませんので、どうしても伝えたいことを一つだけ綴らせていただきます。ありがとう。ですね、本当に2曲目何なんですか。だってそう、フロンティアがね、あ、2曲目のことだよね。どうしたのかな。フロンティアの感動に浸っている間もなく、ママちゃんの歌い出しから始まった曲、特にもこの歌詞って、まさかあの曲。いやそんなはずないだろう、私葛藤してるね、葛藤してる、混乱してるだってあの曲はもっとエロくてかっこよくてエロいはずだろ私は信じない、絶対に信じない、僕らのニューオーダー気持ちの爆発する瞬間マモの僕らのニューオーが聞こえたところに、ニューオーダーだーってなったんだって完全に荒ぶりました。だって何なんですか、あの爽やかさは。音楽しかり、ダンスしかり、社員並みの爽やかさを放つニューオーダーに開いた口が塞がりませんでした。ニューオーダーがあんなに爽やかになるなんて誰が予想できたでしょう。マモちゃん、スタッフさん、そしてマモちゃん関係のお偉い方々、どうか私の手元にニューオーダーリミックスを CD としてもしくは配信でも構いませんのでよろしくお願いします。だってその気持ちわかる。びっくりしたでしょ。いや、びっくりさせたかったのよ。だからニューオーダーってもうほんとあらゆる演出を今まで行ってきて、またここでニューオーダーのびっくりさせられる演出ってなんだろうと思った時に、よし、思い切ってニューオーダーをリミックスさせようって思ったの。ほんで、
で、今回はアルバムのフロンティアの流れみたいなものも実は大事にしたくって、フロンティアのあの何もない感、一人で戦う感、広がる大地感、その感じを踏襲したような2曲目ブレイキッドだったじゃない。だからその流れを踏襲したような2曲目ニューオーダーのアレンジは生っぽさみたいなものを出せないかっていうのでバンドリミックスにしたんだよね。そう。だからあのめちゃめちゃかっこいいエレクトロなニューオーダー、ゴリッゴリなダンスナンバーのニューオーダーを、 EDM のニューオーダーをバンドリミックスにしたらどうなるんだろうってなった時に、本当にギターサウンドが気持ちいい爽やかなボサノバチックな大地を感じるような、爽やかな空を感じるような、海を感じるような、そんなニューオーダーにしたくてあのリミックスをまさにオーダーしたのよ。で、出来上がったのがあのニューオーダーだったから、僕もまあもう思い通り以上のものが返ってきたもんで嬉しくなっちゃって、しかも今までとは違うハンドマイクからのオープニングだったから、自分のそのハンドマイクで歌う良さをふんだんに活かしたバンドリミックスみたいな感じで突き進んだ。実は2曲目もめちゃめちゃこだわりで、物語の流れとしてね、そんなエピソードがあったんです。そこに食いついてくれて嬉しい、素晴らしい、ありがとうございます。ラジスマネームガンダムヤナップさんからいただきました。好きなんだね。オープニングのマモシン降臨からのフロンティアアカペラはマモの歌声が体に直接染み渡るようで涙が止まりませんでした。ありがたい。そこにバンドメンバーが加わって、そしてダンサーが加わって、ラスサビのダンサーが横一列でマモのとこに歩み寄っていくシーンはすごく綺麗で、漠然と、あ、始まるって思って、最前線と創生を一度に味わっている気分になりました。素晴らしい感想。嬉しい、伝わった。まさに僕がやりたいことが、この方が言ってくれてます。ガンダムヤナップさんが。そうなの。自分の最前線と、自分のライブはこうやってできてるんだっていうことの創生を見せたかったんだよね。ありがとう、ガンダムヤナップ。さあ、続きまして、モモラジネーム、スミレさんからいただきました。スミベって呼ぼうかな。違うか。新たなチャレンジ、たくさんありましたね。ありましたね。一番最初のフロンティアのアカペラ、ありがとう。ゲストなしのサイレントムービー、うありがとう。そして、ドンストップでのコール&レスポンス。そして武道館ではセンターステージに上から降ってくるキラキラ。ドットイメージのことだと思います。すべて驚いてドキドキワクワクしてしまいました。そして私が個人的に大好きだったのがトランスフォームとただそばにいて、トランスフォームはモフモフな衣装、狼なダンス、びっくりしちゃう爆発。あれびっくりしちゃうよね。そして、チャック全開。すべてが最高でめちゃくちゃ好きでしたと。ありがとうございます。でもね、ただね、チャック全開って言われるとね、やべ、俺チャック全開だったかなって。別のとこを確認したくなる。それはまずいじゃん。なんか、男子的にはやっぱチャック全開って言われると、え、マジ大丈夫って一回、確認が入るからね。いや、ごめん、何の話してんだ。違う、ドンストップのことをね、僕は今このメールをきっかけで言いたくて。そう、実は、あれもね、ドキドキワクワクだったんです。今回いろんな定番をやめてみるっていうのも一個テーマで、うん、今回いっぱいテーマがあるんだけど、自分の中で。いや、それぐらいチャレンジだったのよ。ドンストップもね、コール&レスポンスを JS をではなく、新曲の方でやるっていう。今までも実はあったんだけど、最近は JS が定番化していたので、これ大丈夫かなって、曲自体の盛り上がりとか、あの、ドンストップでコール&レスポンスしたら絶対楽しいっていう確信はあったんだけど、みんなが JS でね、コールレスしたいっていう気持ちもわかるから、最後まで悩んだんだけど、だから、リハを進めながら、もう本当にリハの最終あたりに、これ、JS にしますかって一回言ったことがあって、そしたら、スタッフみんなが、なんでってなって、不安になってたのは俺だけだったっていう。ふみくんが、すごい楽しいのにって言う、ふみくんが言ってくれた。それがね、すごい実はね、わかんなくなる瞬間があるのよ。でもよかった。やってよかったと思うし、盛り上がってくれて嬉しかった。
ナジスマネーム、アヒルのガーコからいただきました。武道館は初のセンターステージということで、客席からマモちゃんまでの距離がすっごく近くて、ライムが始まるまで吐き気がずっと止まりませんでした。大丈夫？緊張しちゃったんだね。いや、近かったよね。いや、ほんと近かった。武道館をセンターステージでやると、あんなにもみんなに包まれているという感じを味わえるとは、みんな近くて。印象に残っているのがネイキッドタンゴで、画面上の女性とダンスを踊っているように見える演出がすごくすごくお気に入りです。そうなんですよ。実はね、今回は映像のリンクのさせ方っていうのも、前回のアメージングとはまた違ったことをやりたくて、今回は初めてね、女性がねライブ上に登場するっていう演出だったんだけど、でもそれが曲と同じように幻なんだよね。特に武道館はモニターのサービスモニターの方ではその愛しの相手が見えてるのに、実際にステージ上にいるマモは一人で踊ってんだよね。それが非常にこう、切なくも儚くも美しく見えるって、柴田さんも。で、そこが、素敵だったって言ってくれて。でね、チームヨーダの、ダナさんダンサーの方が、踊ってくれてたりするんですよ、実は。ありがたいです。ペンネーム、ハイテンション娘、のぞみさんからいただきました。あ、ハイテンションおじさんならぬ、ハイテンション娘ってことね。ダンサー紹介のコーナーではダンサーの皆さんと一緒に踊れて、ファン参加型でとても楽しかったです。そうなの。やっぱその、瞬間は作りたくて、で、今回はメンバー紹介のところで、参加型のダンスにさせていただきまして、バンドの方ではクラップをみんなにしてもらう。そして、ダンサーのところでは簡単な振り付けをね、ダンサーがレクチャーして、それをみんなに踊ってもらうみたいな。とても楽しかったよね。ふみくんのダンス、本当は踊りたかったんですけど、すみません。お隣の方とぶつかってしまう可能性がありましたので踊れませんでした。当たり前です。いや、すごいよね。あれもね、ふみくんだからこそできる演出だからね。ふみくんってなんであんな昭和なボケが似合うんだろうね。エアロビのワンツー、ワンツーってあれ亀仙人だからね。わかるかな。ラジスマネーム、コッコの中のケイちゃんからいただきました。アカペラ、サイレントムービー、センターステージ、ドットイメージ、竜巻スモーク。まさに想像。まさに最前線なパフォーマンスと演出に終始圧倒されました。ありがとうございます。特にバラードコーナーの演出はありがたい。何なんですか？全私が泣きました。大丈夫。中でも B マイン。悲しすぎます。辛すぎます。切なすぎます。雨の中の B マイン。ところどころにザーザーぶりと思われる雨の音、ステージ上には水たまり、それに加えて雨に打たれて泣いていて、雨と涙で濡れている宮野さん、汗さえも演出の一部に見えました。最後の雫が落ちるピチョンという音がまた切なくなります。ジュネのレーティング宮野さんの最前線をこの目耳全身で感じられたこと、本当に本当に幸せです。ありがとう。実はあの雨の音、マモのこだわりの雨の音なんです。 B マイン歌ってて、リハで歌ってて、あー、これなんか雨の音欲しいなーって思って、これどう思います？雨の音入れても大丈夫ですかね？つって、あ、いいと思うよってなって、ちょっと木原さん雨の音探してもらっていいですか？つって、その場で木原さんが雨の音を探し始めるっていう。で、スタッフみんなで雨の音を探して、ザー、うん、これ違う。ブタ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 、これトタン屋根でしょみたいな。で、いっぱい聞いて、あ、この音がいいんじゃないかっていうのを見つけて、入れる場所にもこだわって。で、最後はザーって雨が止んでいく、フェードアウトしていくところまで演出して。で、最後、なんかでも、まだもう一個欲しいなーって。最後、ピチョンって一つ雫落ちるのを切なくていいんじゃないですかって言って。ね、涙がポチョンって落ちるのにも聞こえるし、ね、あ、いいねーなんつって。木原さん、ピチョン探してもらっていいですか？木原さんにピチョンを今度探してもらうって。マモ、あ、このピチョンどう？ピチョン。アキラさん、このピチョン違うの？ああ、わかった。つって。ずっと探してた。ありがたいです。ラジスマネーム、湯豆腐さんからいただきました。私は今回ライブツアーが、マモライ初参戦だったのですが、特に私は今回、コント枠に初のゲストなしの無声映画を入れてくるとは、と、びっくりしました。わ、ありがとう。無声映画だけでもびっくりしていたのに、さらにその面白いところからまさかのかっこいいトランスフォームへの流れ。ありがとうございます。気に入ってくれた。赤いカラコンの宮野さん、そのギャップにやられましたと。ありがとう。そうなんです。実はね、今回無声映画を作って、マモ一人だけでムービーを作りました。しかも声優なのによ。
無声映画よ。攻めてるよね。役者魂爆発させました。いろいろね、まあ、ツッコミは、どころがね、あるんだけど、めっちゃね、急いで、衣装忘れたから家に帰ってステージ、マクマっていうタイトルのムービーだったから、一回マムが袖に下がって、どんなことが行われているのかっていうことの実は、劇にしようと思ったんだけど、衣装を家に忘れて取りに帰るってありえない。そこでいろんなドタバタに巻き込まれて、で、さらには、頭をぶつけて気絶をして、わぁ、やばい、急がなきゃってもう夜になっていて、やっと衣装に着替えたと思ったら、今宵は満月か。いや、急げよっていう。夜になっとるやな。公演時間何時間やねんっていう。お客さんずっと待っとるやないかっていう。まあ、ツッコミどころ満載なんだけど、まあ、しょうがないのよ。トランスフォームに繋げたかったから。満月にならないとしょうがないから。で、そこで初めてのカラコンを入れるっていうね。しかも片目だけだよ。うお、俺嬉しかった。俺、赤眼のグールになったわけよ。そうなんですよ。もう金木くんを食べたくてしょうがなかったのに金木くんになっちゃった。そう、よくね、見ると白黒映画だったからね、わかんなかったかもしれないけど、あそこだけカラーになるんだけど、爪は伸びてるんで黒く伸びてて、牙は生えてて、目はね、赤眼のグールだし、金木くんは食べたいし、もうしょうがないよね。いやー楽しかったな。いや、いろいろもっとね、読みたいんだけどね、マヤさん、呼び捨て希望マヤ、満月からのトランスフォームのシーンね。ミラーボールの映像が無声映画の満月とリンクしてすごくかっこよかったです。気づいてくれた。ありがたい。あれもこだわりの演出なんで、ミラーボール、ステージ上に満月が欲しくてって言ったら舞台監督がよし、ミラーボールにしようっつって。しかも武道館に関してはね、サービスモニターのからの隙間からしか見えない、さりげないおしゃれっていうのをね、目指してるんだよね。だから気に入っていただけて嬉しいです。他にもたくさん読みたかったんですけど、ここが限界かな。いや、ありがとうございました。本当にたくさんたくさんメッセージいただきました。これからもみんなの思いを胸に、面白いものを作っていきたいと思いますので、今後とも楽しみにしていてください。もうお別れのお時間ですが、こんなメールもありました。ママラジネームちゃん付け希望みんちゃん、なんといってもトラストミー、サビの曲線を描くような振り付けが女性の体のラインをなぞってるようでゾクゾクしました。なぞってました。さあ、ということで今月21日に行われるミヤノマムのレイディオスマイルの公開録音の内容が少しずつ決まりつつあります。みんなの大好きなあの企画をやろうかと思ってますよ。まず一つ目は、季節外れのマモタクロースからのボイスプレゼント来ました。まあ、リクエストもありましたし、そして二つ目は擬人化のコーナーというものを作ってみたいと思います。まあ、リクエストもありましたし、マモが身の回りの様々なものの気持ちを擬人化するコーナーでございますよ。擬人化してほしいものと、そのものに言わせたい言葉も合わせて募集します。まあ、前にね、 MJ で盛り上がって、この番組にもあれが楽しかったです、やってほしいっていうのはね、来たのでやってみたいと思います。メールアドレスはマモアットマーク JOQR.net です。皆さんどんどん送ってきてください。おはがきの宛先は郵便番号105-8000に文化放送宮マムのレディオスマイル。そしてお送りいただくメールやおはがきには必ず住所とお名前を書いてください。なぜならばレディオスマイルのノベルティグッズ缶バッジが当たるからなんです。ということで、今日の当選者はテカ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 ダン、もう同じネームうっさ耳族のキコさんに決定しました。僕のね、ライムが力になっていろいろ思いを受け取ってくださったこのキコさん、決まりました。バッジ大事にしてね。ありがとうございます。それでは来週も聞いてくださいね。以上、宮野真守でした。バイバーイ。メールいっぱいみんな送ってね。登録楽しみだね。バイバーイ。なんでよ、いいじゃない、いいメッセージだったじゃない今